いつまでそこにいるつもり？急ぎなさい、上杉。大好きって気持ちは。夏休みの間は家庭教師のバイトを休ませてもらうことにした。夏休みでもフー君に会えると思ったのに。もう弱気になってらんない。私は本気だから。本当に素直になったね。運命の巡り合わせというのはわからないものですな。今上杉君と一緒になればどうなるのか予想できません。ふう君はいなくならないで。君がくれた。ふーたろー、ふー君会いたかった。ほらほら、同級生の水着はどう？やめとくか。やめるなんて意識してるみたいじゃないですか。急にそんな。やりすぎた。上杉さんが誰を好きになったとしても全力で応援できるようにしないと。ほんと、いろいろあったよね。だけどなんでだろう、風太郎を独り占めしたいのに。こんな風に6人で一緒にいるのも嫌いじゃないんだ。これ以上火種を増やすの